はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今回からですね、3回にわたりまして、輪郭ということで、今日は丸顔を、紹介いたします。読んでいきますね。ポイントが明るいけれども秋っぽい、取引上手の実務派ということになります。まあ、こう、なんとなく顎はですね、ふっくらしてる曲線を描く感じのイメージということになりますね。読んでいきます。丸顔の人は愛想が良くて明るく人生を楽しむことができます。仕事では実務能力に優れ、駆け引きも得意でしょう。丸みのある柔らかい風貌で周りの空気を穏やかにします、ということですね。で、長所としては前向きで社交上手、実務能力がある。短所としては飽きっぽい、相手に舐められるということなんですね。まあ、付き合い方としましては、多少辛いことがあっても明るく振る舞うこのタイプです。ですから、前向きで向上心の強いところを見せると良いでしょうってことですね。まあ、割とですね、刺激がお好きなので、新しいネタをどんどんと提供してあげると喜ぶタイプというふうに言えるかと思います。では、そういうわけで今回は丸顔でした。では次回は三角顔をアップしたいと思います。